どうじゃもう。沖縄行ったらコッテンパンにやつけて沖縄行ったらコッテンパンにやつけて沖縄何時に来てくれたんですか。沖縄キハダでしょ。 G グループ G だっけ。あれ萌ちゃん何だったっけ。 D だっけ。 D じゃなかった D だよね。俺 D、E だから。でも7日にカンパチ行ってきます。いいなカンパチ、いいなちょいと一足お先にカンパチも来てきますか。カンパチキャラバン、ただいや強いらしいって瞬発力とかかける力は黒いようになる。すごい行きますよね。キレが長い。ロマグより取るの難しいかも。しかも使うの多分3、5、4号ですね。うん、4号3、4だね。な、本当だ。あすごい追ってくるもんね。ああ、去ってる。ダメだ。ちゃんもスピニングで軽く投げて、だいたい30メーターぐらいを意識してカウントしてるはずで、トレースゾーンは20メーターを狙ってると思うんですが、その横ではのりさんがベイトタックルを使って、すごいこう綺麗な桜マスジギングを展開されてます。はい、ピックアップしてジグ投入。のりさんもピックアップして、のりさんまだしゃくってるか。はい、ボトム取れた。ボトムじゃないわ、層を自分の中で決めてベールを返し、すごい横引き意識、横引き意識。何メーター？20ですね。
6メーター。でも、ランジっぽいな。絡んでますね。絡んでますね。今津田さんが僕の肩から横取りしようとしてる。初めての共同作業だ。この先が、ね、見える通り。おおいいのがあった。あ、いや。あれ？あららららららら。いや、抜けてないですね。はい、おめでとうございまーす。やった。え？やった。はい。大きなホッケ。これ、あ、青ホッケっていうんですか？マホッケ。マホッケですね。これが、いっぱい釣れます。で、本来はこれを釣ってるわけじゃないんですが、やはりどうしてもこうかかっちゃうんですよね。ありがとうございます。フライヤーがどっか行っちゃったから。うわ、あげた。うわ、ダブル。うわ、ダブル。うわ、ダブル。ダブル。でもだいぶ暴れてるんですけど。大丈夫ですか先輩。だいぶ派手なことやってくれてるんですけど。いやー、引きましたね。ちょっとこう。ちょっとこう。うわー、こぎのぼり。お疲れ様です。おっきいのダブルです。うわー、これ、どうやって食わしたんですか？これはですね、しゃくり上げて、ちょうど中国飛び倒しにドドーンときましたね。ドドーンですね。おめでとうございます。おめでとうございます。
抜きます。待って待って。これどうでかい。みんなヒットしてるじゃん。でかい。はい、ケージグシャープで桜松です。ありがとうございます。よいしょ。結構ね、バーチカルにしゃくってしてくれました。よし、ありがとうございます。ジグはケージグシャープになります。150g。 メタルです。 150g イワシからリリースします。リリースします。いった。クルさん、ごめんなさい、またかかっちゃった。今帰港しました。今日は桜マス狙いで、スピニングタックルで、桜マスを実際釣ってみました。あのね、サイズもベイトの方で、ベイトタックルで釣った方は、結構良かったですし、今日一日楽しい釣りになりましたね。3月の下旬です。これからまだ、3月の下旬、4月、それからその後はオホーツク海、5月。ね、その前には、2月に白老の方入りましたけども、これから北海道の方、どんどんね、来年も、桜マス狙いで通ってみようと思います。では今日はこれで終わりにします。また、お疲れ様です。